こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は無課金でもリーグ8残留できるぞの雑談をやっていきたいと思います。今日曜日の午後1です。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方は土曜日から急激に体調悪くなって、昨日は本気で寝込んで、で、まあ、起きて体調がすこぶる良くなったので、まあ、朝は動画休ませていただいたんですけど、まあ、午後の、まあ、簡単な動画からまたやっていこうかなという感じです。で、今日サクセスの方は、まあ、動画だけ取りだめしたものがあるので、ちょっと音声なしになるんですけど、ちょっとサブアカが実はもう SS8 ランクにジャンプアップしたので、その過程のね、こういろんなサクセス動画を今日はちょっと音声なしで行かせていただこうかなと思ってます。ご興味ある方だけ見ていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いしますという話と、それを置いといて、ついにサバカの方がリーグ8初残留できそうですと。で、今残留ラインから7万点アップですかあるので、おそらく残留できると思います。で、このアカウントは1年と4ヶ月ぐらいを、まあ、やってまして、その期間でリーグ8に残留できたことは1回もなかったです。で、ようやく、現実的に残留できるスコアで残り時間も少ないところでいけるなというところになりましたので、僕がこう1年ちょっと積み上げてきたものを、こうひっくるめて、じゃあ無課金でリーグ8の残留ってどうしたらいいんやろなというのにお答えさせていただきます。まあ、こう解説させていただきます。で、まあ、ここと、ノーヒットノーランを決めたのと、あとは本塁打4本、そしてストライクアウトが3球三振で1つで、4打席の1投球ですね。で、そんな形で残留のスコアが出まして、で、この時に特に応援のメガホン使わないでこのスコアが出たので、まあ、かなりいいスコアが出たかなと。ノーヒットノーランできたのもそうだったんですけど、やっぱり基本的にはまず試合の方は完封、そして5回投球と打席両方合わせて5回回ってくることが条件の一つになるのかなと思います。4回だと、投球と打席合わせて4回だと、どんなに頑張っても、100万点ぐらいしか僕は今んとこ出せませんと。で、今、スコアのボーナスですか。倍率のボーナスが 33% ぐらいありますと。で、これはチームを見た方が早いと思います。で、今、先発が変わって 34.95 ですかという形になってます。僕がこの砂漠の中で、まあ、かなり口酸っぱく言っていた上限解放のボーナスですね、これがようやくこう詰めるようになってきたと。で、前回のガチャ動画で土栄と虹谷がちょっと成長したのかな、そこと、あとはその前のガチャ動画で佐伯を45にできたのと、あとは国樹とか、まあ、そのあたりが入ってきてかなり変わったというところですね。野手の方はもうすべておそらくこのデッキになってると思います。モネ、レイリー、国樹、ナッチ、佐伯、先駆けと。で、このメンバーたちは本当に SR ガチャ券とか、あとは大丈夫博士ぞ、この辺を大量に使ってようやくこうちょっと育ってきたなという感じのキャラクターたちになっていて、で、当時の方は、これが一番言ってるか。これが多分僕最新のデッキだと思うんですけど、この砂漠の中で。土栄が PSR の確定枠で一つ引けたので、もともと持っていたものと合わせて42。で、西谷の方はプラス5の SR ができたので、それを入れて2段階解放で44と。いう形で結構こう上限解放が進んできたんですね。で、プラスしてこう触れまらして、まあアスネ借りたりとか、こうお知り合いの人がこうアスネ貸してくださってちょっと使わせていただいたりとか、まあそんなこんなでこうなんとかこうサブアカの方も上限解放ボーナスが詰めるようになりましたと。で、これなんで大事かっていうと、結局ここが詰めないとどんなにこう試合内容良くても
まあ、残留できないんですね、正直。で、その逆もしかりで、なんでしょう、こう、まあ、試合内容がそんなでもなくても、上限解放ボーナスが詰めてさえいればうまくいったりとか、まあ、本当にこう、両方がある程度の一定のレベルがないと、まあ、しんどいのかなという感じはしています。で、砂漠の方は、本当上限解放のボーナスっていうのが、まず、こう、積みにくいと。まあ、無課金で運用しているので、その狙ったキャラだけのガチャをガツガツ積んでいかないと、なかなかその一キャラ一キャラの上限解放って進んでいかないのかなと思っていて、で、まあ、そこのガチャの選択っていうのは非常に大事になってくるのかなというふうに思ってます。で、あとは、まあ、毎日こう、デイリーのボーナスを消化したりとか、あとは、この前解説させていただいた PN 牧場ですね。PN しか出ないノーマルガチャ。あれをもう本当に頑張ってやるとか、本当に小さな積み重ねが大事になってくるのかなと思います。まあこういうこう、細い作業といいますか、こう、一日一日の積み上げ系が、こう、苦手だなとか、あ、めんどくさいなと、もっとゲームあっさりやりたいなという方には多分僕のやってきている方法とか、やってきたこととかは多分向いてないと思います。で、それは本当人それぞれでいいかなと思っていて、で、なんでって言われると、まあ、ゲームなので、その人それぞれの楽しみ方でいいと思ってます、僕は。ただ僕は、僕がやってきた中のことで、こう皆さんに、まあ、皆さんのどなたかに、こう参考いただけるようなことがあればいいなと思いながら、このサブアカ配信はしています。まあ、そこと、あとは自分自身が、こうやってて本アカとかなり差別化されてるので面白いっていうところがありますね。で、ピッチャーの方は、こう、だいぶ整備が進んできたな、というところと、あとはエースがまだ結構前に作ったんですよね。マントルが出てきたばっかりの時に。まあ、このデッキでオクタビアが出てきたばっかりの時ですか。に、こう、オクタビアの確定分だけで引いて、まあ、そこで選手作って結構いい選手できたというところなので、こいつはまだスタボが低い感じですね。なので、まあ、この辺を入れ替えたいなと思っていたりするのと、あとは、やはり野手の方も、今後こう、PG ランクを目指していくっていう上で、やはり野手、まあ、SS7、SS、まあ、最低でも8?を並べないと、まあ、結構厳しいのかな、というふうには思っています。その中で、こう、スタジアムボーナスを積みながら、こう、選手の育成をしていかないと、リーグ8にも残留できないと。結局、その、リーグ8になんで残留したいかっていうと、リーグ7に落ちた時にもらえる石と、リーグ8に残留した時の石って多分2個か3個かな。違うのかな。で、そうすると、1週間にそれを繰り返してるだけで、まあ、ざっくり月10個前後ですか。まあ、10個から15個の間ぐらいだと思います。で、その石って、じゃあ年間でかける10にしたら、結構120個前後変わってくるというところで、そうすると20連、まあ、30連ぐらい変わってくる可能性があるというところで、まあ、非常に大事なんですよね。リーグ8に残留するって。で、僕も、先ほどのものを、先ほどお見せしたスコアは、まあ、ノーヒットノーランで、変化球3回打ってあのスコアなんで、全然安定してないです。初めて残留できそうだし、今も。ただ、今後、もうちょっと、こう、スタジアムボーナスを積むように、こう、いろんな狙ったキャラのガチャをしたりだとか、あとは、まあ、応援メガホン使ったりだとか、まあ、それくらいしかでも対策はないかな。こう、本当にこう、時間をかけながら、こう、スタジアムボーナスを積んで、しっかりとこう、スタジアムをやって、こう、残留を稼いでいく形になるのかな、というふうに思います。これは正直、無課金だと近道ないと思います。その課金をする前提であれば、まあ、ただ、こう、なんでしょう。まあ、ガチャをして、PSR なり SR の45を、こう、並べて、サクセスして、スタジアムに置いとけば、まあ、そんなに問題ないと思います。ただ、まあ、無課金とか、美課金の方々に関しては、やっぱりこう、毎日の積み重ねっていうのが大事なんじゃないのかなと思います。なんか、この辺は人生に通ずるところもあるなという感じはしていて、やっぱりその、なんでしょう、その、一日、じゃあ、
24時間働いて、その日は頑張りました。ではなくて、まあ、1日1時間とか30分でもいいんで、こう毎日続けた人って結構強いかなと僕の中では思ってるんですね。やっぱり継続は力なりじゃないですが、なんかそういうところは、こう、たかがゲームって言ったらたかがゲームなんですけど、その人生とも結構通ずるところがあるなという感じはします。僕なんかで言えば、やっぱ動画投稿とかも、こう、なんとかね、毎日続けてきて、まあ、休んでも年に1回とか2回とかかな、というふうに思ってます。まあ、今回は体調不良だったんで、朝もう休まんとこれやべえわと思ったんで、さすがに休んだんですけど、ただ、それでも、こう、じゃあ、体調悪い中で何ができるだろうとか、じゃあ、体調悪くなった時のために、なんかこう、ストックを作っとくとか、もうこう、いろんなことを考えたりとかしながら、まあ、動いている感じになりますっていう話をしてると、どんどん話がずれていくので、ここで戻すんですけど、リーグ8の残留に関しては、やっぱりスタジアムボーナスをまず積むっていうところと、試合のところで言えば、変化球を打席の時はしっかり狙っていく。で、投球の時は三球三振をしっかり狙っていく。ということに尽きると思います。その前段階の準備として、じゃあスタジアムボーナスで、こう、無課金、利課金でどうやって積んでいったらいいのかなっていうのは、僕がいろんな動画を出している PN 牧場行ったりとか、あとは、魅力的なガチャがあったとしても、まあ、僕のサバカが引くまで引かないとかね、例えばね。まあ、そんなことをやりながら進んでいくと、まあ、こうなれますと。こうなれますと、僕が今画面にお出ししている状態には一応なれますと、いうふうには思います。なので、無課金、美課金の方で、例えば、どのガチャ引いたらいいですかとか、あとは、まあ、どうやってこう作成進めたらいいですかとか、いろんなこう質問があると思うんですよ。無課金、美課金の方々は。で、僕も直接こうお会いして全部言えたらいいんですけど、交流会の時とかはこう話できたりするんですけど、やっぱりその画面を通じてのコミュニケーションになるので、まあどうやったらっていうところはもう見て真似てくださいっていうのが一番早いかなと思います。なんか本当に新入社員の気持ちじゃないですけど、こう先輩のこう仕事ができる先輩の真似をするとか、あとはツイッターとかでもこうなんだろう、もう当然ながらこの僕のサバカより上の無課金美課金の方もたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった方々にこう教えていただいたりとか、あとはその方々がしてることを真似してみたりだとか、まあそういったところでこういいところをいろんな人から吸収してやっていくとうまくいくんじゃないかなというふうに思ってます。でいいのかな。でいいのかな。結構なんか最後の方は人生論ばっかり語った気もしますが、リーグ8位にもこう残留できるようにはなってきたので、今年のね、無課金 PG ランクの目標を達成できるように頑張っていきたいなというところと、 SS8 ランクも達成できたので、これもまた別の動画で出せればいいかなという感じです。で、ここに行き着くまでのいろんなサクセスは、今日はちょっと無音で、あのゲーム音だけで出させていただいて、で他はまあ、アフレコという形で、ちょっと音声つけさせていただいて、またやれればいいかな、という感じです。あとは、ミックスのコラボが、おそらく明日からかな来ると思うので、非常に、そうちゃん楽しみ、というところと、そうちゃん来たらもう速攻で落としに行くつもりではあるので、ぜひぜひ、その時は皆様、動画の方を見てやっていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。